私は。ふん、そうそう。慌てて帝都まで戻った。行くぞ!奴を演習から追い払ってやる! <笑>何やら辺りの港が騒がしい。確かめに行くぞ。 国だぞ。おめえらみんな追い出してやるんだ。 呂布の野郎こすっからい真似しやがって。 わしがぶっ飛ばしてやる。 拠点の奪還に取り掛かるとしよう。 さて、 ここではどんな手が有効かな? ねえ、俺たちどこへ帰ればいいんだ? Hey!
守りが堅いとは。戦力を集中させて順に片付けるしかない。消えてもらおうか。よし、敵を十分引きつけられる。それじゃあ、伏兵諸君、拠点を押さえてくれ。敵を奪うのが狙いだったか。まんまと誘い出されてしまうとは。成果を上げられないままの戦いとは。もう少し攻撃の手があれば。卑怯な手使う奴らに負けるかよ。くそ、納得がいかねえ。前線の満潮様ら攻撃部隊が壊滅しました。こりゃちとやべえな。味方が減っちゃ取り戻すのが難しくなるぜ。武士を狙うとは獣が出てはさらない。大きな大きな思うたか。決めてやろう。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。周囲を警戒しつつ防御陣形を展開せよ。私こそが真の三国武将だ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。戻って策の練り直しだ。敵将、私が討ち取ったぞ。遠州はもはや俺のものだ。